今日は例のあれについてお話ししたいと思います。よろしく。私はラッパを吹くときは鼻呼吸です。スーハーするわけですね。スーハー、なんでかというとっていうか、まあその方が深く取れるからと自分では思ってます。深い呼吸、深呼吸とか言いますね。鼻で吸うことのメリットは、その構えてね、吹いて吹くときに、この辺動かさないから、アンブシャーがね、安定するというかね、っていうことがまず、挙げられます。もちろん、口で吸うなと言ってるんじゃないですよ。ただ、こう、曲頭とか、こうなんかね、パッと、始めるときに余裕があれば、この深呼吸でこう深呼吸でスタートした方がいいと思うんですよね。マウスピースを当てててとか、もちろんやりますよ、やります。その緊急っていうかね、すごく急を要するとき、横をまあいっぺんに吸えりゃいいんですけどね。鼻で吹くしても、でも大体これどちらか優先になるじゃないですか。だから、私は鼻呼吸を推奨しています。で、まあ口でこう吸う時であっても、この楽器の中のいわゆる呼気ですよね、吐いた息をこう吸う雨になるようなやり方をしている人は結構いるので、それちょっと良くないんじゃないかと思います。ですので、鼻呼吸、おすすめです。なのでとりあえず一度最初から最後まで鼻呼吸で通してみてください。いろんな発見があると思います。まあそういうこと。それじゃあまた。